はいどうも、カンパ園長です。昨日もね、この F2 後継機、 F2 じゃねえな、 F2 かなんかこの Twitter みたいなYouTube みたいなこと言っちゃったまあいいんですけど誰の影響かな、まあわかんないですけど、次期戦闘機ですよね。ほら、日英イ、日本と英国とイタリアで3カ国で共同開発するって話あったじゃないですか。あれの、もうちょっとこの詳細というか、今回エンジンの話ですかね。うん、またあれですよね、トワル半島のあの国のやつらがこうけしからんみたいなね、ね、敗戦国の戦犯国の分際でとかぶーたれそうですけどもね、せえわって話ですよねお前らとかの連中が嫌がれば嫌がるほどね、それは正しいってことですからね。うん、早いとこ完成させてね、うん、ガンガン飛ばしまくってほしいんですけど、F2 後継戦闘機のエンジン、これロールスロイスと IHI でしたっけ、日英共同開発のロールスロイス IHI シナノエンジン、シナノエンジン、シナノエンジン、なんだそれ。IHI、は日本と英国イタリアも3カ国が共同開発する次期戦闘機プロジェクトにエンジン担当企業として参加すると。で、防衛省が20年から着手している次期戦闘機開発にも参加していて、今後は国際共同開発に移行すると。で、戦闘機を、日本はこれまで航空自衛隊の F2 戦闘機の後継となる次期戦闘機の開発に向け、技術開発を進めてきた。 IHI は戦闘機向けのさまざまな航空機用エンジンの国内でのライセンス生産やプロトタイプの開発を手掛けている。18年6月29日は、将来の戦闘機用ジェットエンジンのプロトタイプでアフターバーナー使用時最大推力15トンクラスの XFQ-1 を、防衛装備庁の航空装備研究、航空装備研究所に納入していると。で、16年4月22日初飛行した先進技術実証機 X2 のエンジンで、 IHI が手掛けた XF5-1 は推力5トン、高圧タービン入り口温度が1600度だった。で、XFQ-1 の開発では最先端の材料技術や加工技術を随所に取り入れ、戦闘機用エンジンを研究開発する技術基盤の構築を進めてきた。盗まれないように気をつけてもらいたいですよね。日本と英国イタリアの3カ国が9日に共同首脳声明を発表したことで、次期戦闘機は今後日英イ3カ国共同のグローバル戦闘航空プログラムとして開発を進め、3カ国すべてが将来にわたり最先端の戦闘航空能力を設計配備アップグレードできる枠組みとしたと。で、各国で開発主体となる企業は、機体が三菱重工業と英国のこの BAE システムズ、イタリアのレオナルド、エンジンが日本の IHI、 英国ロールスロイス、イタリアアビオ、電子機器は三菱電機と英国レオナルド UK、 イタリアレオナルドで各プロジェクトを統括していくと。 IHI は国際共同開発を契機にデジタルトランスフォーメーションの推進やパートナーとなる国への海外技術移転なども視野に、グローバルビジネスで活躍できる人材や高度な技術を持つエンジニアの育成などを進めたいという。まあ、そこになんかこうね、うん、半島や大陸が、まあ、もう確実にこの排除して絡んでこないように、ちゃんとこのシャットアウトしないと、全部持ってかれちゃいますからね。うん。そういうところが日本はちょっとな、緩いからな。早いとこのスパイ防止法とかさ、こういうね、この国際的なこのプロジェクトがあるんだからさ、スパイ防止法と、ね、この反セクト法と、ね、やっぱりこの裏切り者、ね、この売国の類、ね、絶対許さないと。そんな下手な真似したらもう一生棒に振る。ね。それはやっぱりこの厳罰、うん、ルールをちゃんと用意して、でそれをこのガンガン次、ね、片っ端から、うん、適用して、しょっぴいてぶち込んで吊るし上げる。そういう流れをちゃんと作っとかないとさ、ね、ただ一方的にこの取られてさ、ね、ああ、ブドウ取られちゃった、みたいな。あんな調子でやってたらもう全然信用も信頼も得られないよね。うん、まあ、この部品供給とかがね、まあ継続安定する、そういう効果もあると思いますし、まあ、世界の、ね、技術力の、まあ、結晶って言っていいと思うんですよね。で、そうするとこの日本、あとこの英国でもイタリアは何すんのっていうコメントが結構あるんですけども、
かっちょいいデザインとかそういうんじゃないです。そういうんじゃないです、うん。このシステム関係、ね、この兵器に関してイタリアって、ね、例えばこの拳銃から、ね、これこの航空機、まで、定評ある企業ってたくさんありますよね。うん、なんだろう、有名どころだと、ね、あんまこの軍事とかなんかそういうこの兵器とかなんかこういうところ詳しくない僕から、僕に、なんだろう、が見てもこの、なんだっけな、このベレッタとかさ、オートメラーラとかさ、レオナルドなんかも世界トップクラスの企業じゃなかったでしたっけ。このイタリアの兵器産業ってね、うん、全然日本と英国とね、遜色ないどころかね、うん、ものによってはこの日本より上を行くものもあったと思うんですよね。うん、あとこの歴史振り返ってみると、日本海海戦でも、このなんだっけ、アルゼンチン海軍から買い取った日清でしたっけ、あと春日だったかな、これイタリアのこのアンサルド建造でしたよね。で、そのアンサルド社の流れを組むのが、この今回共同開発に参加しているこのレオナルドですよね。だから兵器の開発に関しては優秀ですよね。優秀というか有能っていうのかな。うん、イタリアね、基本的には。だからまあ僕個人的にはここになんかこうね、あ、なんかうまい具合にやりそうだなっつって、後からなんかアメリカがこうなんかこう首突っ込んでくる。それだけはなんかね、排除してもらいたいですかね。あいつらはもうはっきり言って、なんだろう、いつ頃からかな、もう味方変わりましたけど、あいつらアメリカははっきり言って味方のふりした敵なんで、うん。日本がなんかこう自分でなんかこうね、なんだろう、もう普通の国になるのをね、応援してくれてる風で、いや、そんなことはないんで、うん。なんかうまい具合にこのアメリカにとって都合がいい時は、いや、味方してくれますけど、ちょっとでもなんか、ん?ってなったら、もう途端になんかこうね、ペシャってやろうとしてくる。だから基本的にはやっぱり、ね、うん。だからまあそういうことされないように、ね、やっぱりこの日本単独でもこう力をつけていかないとダメっすよね。うん。じゃあまあ日本は何やんだっつったら、あれですかね。例えば複合素材とか、レーダー技術とかな。あとタービンの高温化技術。この辺じゃないですかね。うん。でもレーダー技術はこの、なんだっけ、EF2000 とかでしたっけ。これはなんかアップグレードで、ちょっとなんかもたもたしてませんでしたっけ。だからまあなんか、あれですよね。余計この欲しいところなんじゃないですかね。うん。だから、あれですよね。日本、英国、イタリア。いや、日本がもう飛び抜けて超優秀。お前らね、英国、イタリア、お前ら邪魔すんなよ。足引っ張んなよ。ついてこいよ。そういう組み合わせではないですよね。逆にむしろなんかこうね、うん、なんかもう特話にこの牛耳られ毒されてる日本が、足引っ張んねえか心配になる構成ですよね。うん、だからもう徹底的に裏切り者をさ、ね、うん、排除できる体制を早く整えようよ。こういうタイミングでさ、ね。なんでスパイ防止法一つ用意できねえんだろうな。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。